花かじいじ。昔昔、頑固昔の話だに。あるとこにおじいさとおばあさがおっただって。二人はいつもまめに働いて、やさしい衆だっただよ。ある日、いつもみたいに畑をたがやかいていると、白いえんコロが迷い込んできただった で、子供のオラン二人は、この円ンコロに、シロって名前をつけて、育てることにしただって。シロは、優しいおじいさんとおばあさんに育てられて、ぐんぐん大きくなってっただに。ある日、おじいさんが、いつもみたいに畑で仕事をしていると、シロがおじいさんの着物を引っ張って、 ここんさあ、掘りない、ワンワン、って、吠えただよ。おじいさは、なんだいやって思っただん、掘ってみただって。そしたらさあ、大番小番が、こらしょと出てきただって。おじいさは、こんいぼを、桜の木に巻いてみただよ。そしたらさあ、おどけたことに、 それまで枯れ木だった桜の木に、綺麗な桜の花がたんと咲いただよ。おじいさは嬉しくなって、枯れ木に花を咲かしようって言って、どんどんまいてたら、ちょうどそこにお殿様が通りかかって、びっくらこいだや、こんな季節に桜の花が見られるなんて、誰だいや、花を咲かせたんは、 褒美をやるにって言ってくれただって。おじいさはたんと褒美をもらっただにこれを聞いた隣のゴーツくばりのおじいさが、また優しいおじいさんのとこから、無理やり敗胞を取ってきただによーし、これでわしも、お殿様からたーんと褒美をもらえるら、って、お殿様が通るのを待ってて、 俺も今から桜の木に花を咲かせてみせるで、見てくるよって言って、木に登り、どでかい声で、枯れ木に花を咲かしょうって、そこら八丁、やたらくそ廃胞を巻いただって。そしたらさ、花が咲くどころか、みんな廃胞丸けになっちゃって、目は痛いわ。 着物はぶしょったくなるわで大変なことになっちゃっただって。ごうつくばりのおじいさはお殿様に、このバカつら嘘万八こいてよくもわしをだまくらかしたなってどんじかられてたんと仕置きをされただって。優しいおじいさはみんなに花坂じいじって呼ばれて、 暗記に暮らしただって。面白い話だら。